Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダムダムおじさん二村です。どうもホイップ坊やです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、ライスオンミーが放送開始して、まあ、1年がね経ってきたということで、うん、まあ、これまでの回からですねお互いの思い出深い回をいろいろと紹介していこうということで、うん、まあ、昨日 前編がアップされまして、うん、今回後編ということで、うん、残りの回をお互い出していこうということになっておりますんで、はい、はい、続きを行きたいと思いますけれども、ぜひ昨日の回からね皆さん聞いていただければと思いますが、じゃあ僕からいいですか、もう言っちゃっていいですよ。僕はね、シャープ144それからシャープ145、ぜひこの2本立てで聞いていただきたいなと思うんですけれども、ほう、これ実はですね、まずシャープ144がホイップさんが痔になったという、あ、痔になってしまいましたという回なんですね。はい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 。でシャープ145はですね、ED になりましたって回です。もうお前の下半身どうなってんだよっていうこの2本立て。大忙しですね本当にね。大忙しです。そうです、妊活 ED ね。そうですね。はいはいはい。はい。でも字の方もなんかもうだいぶひどい字になってっていうことで。そうだよ。はいはい。うんちしたら出てくちゃ、くるんだよ。肛門、腸が。で、それを毎うんち毎うんち、僕は指で押し戻してんだから。今でもでしょ。今でもやってんだから。結構重症なんだよね。ねえ、うん。で、そのなんかきっかけみたいなのとして、うん、ウォシュレット浣腸っていうのをしてると、そうだよ、ウォシュレットの水を一回お尻の中に入れて、うん、バッて出すって、僕はこれはもう知らなかった文化だったから、うん、もうそこでも衝撃を覚えたし。あ、ほんと？うん。俺は知り合いから、あれやっちゃダメなんだな、俺やめるわっていう声結構いただきましたよ。共感の声もあるっていうね。やってる人はやってんですよ。そう、だからちょっと、なかなかね、下半身の話ってこうね、あんまり公にできないことなんだけど、うん、それを全部明けっぴろげに話したホイップさんの、ね、この2本立て、うん、これはちょっと聞く価値があるんじゃないかなと。学校に続いて、次の回で ED だからね。本当にすごいですよ。結構登録外した人いると思うんだよな、そこで。そうだね、下品な番組っていうね。ねえ。うん、でね、あとあれですよ。その、シャープ145の ED で言うと、うん、サムネイルが、非常に、なんでしょう、不思議なサムネイルになってまして。言ってくれる？二村さん。ちょっと今画像出しますんで、はい、音声だけで聞いてる方もぜひ見てもらいたい。145ED 回のサムネ、こちらですの。これ、超時間かかったんだよ。これ何よ？これ ET のパロディですけれども、まあ、指ね、ET の指を、まっすぐになってるのを、フォトショップで頑張って曲げ、そして、月明かりの影になっているのが、二村さんのシルエットですよ。そうですね。ねえ。これ作んの大変だったんだから。サムネイルって基本的に僕はアップされて初めてそこでね、うん、完成形を知るんですけれども、目疑いました。何これとって。ET のロゴもさ、自分で手書きして、ED にして、取り込んで、とか、ね、ホイップ坊やの顔にさ、ET の肌の質感を重ね合わせたりとか、すごい苦労があったんですよ。苦労があったのかもしれないけど、なんだろ、ちょっと問題作というか。まあ、キモいキモいみんなに言われたよ。そうですよ。それって思いましたもん。ねえ。めちゃめちゃいいのできたわと思ってたんだけど。まあそこはちょっとあんま同意しかねますけど。まあちょっとそういうサムネイルも含めて、僕はこの2本立て。なるほど。はい。はい、じゃあホイップさんいきましょうか。僕はね、2021年9月8日アップ、133回の、二村食レポ講座。ほうん。これはね、はい、珍しくこう映像付きでやっている回なんですけれども、うん、はいはい、まあ食レポができないホイップ坊やに、うん、食レポをね、よく仕事としている二村さんが、はい、こう、やり方を教えるという回なんですけど、うん、はい、
ここで喋られてる話はね、うん、めちゃくちゃ貴重だなと思って、すっごいいい回っすよ。そうですか。うん、あ、嬉しいですね。だってね、どこにも出てこないノウハウですから。ああ、まあまあね。うん。うんうん、やっぱりみんな何の気なしに、こう、テレビとか YouTube で食レポを見るじゃないですか。うん、はい。こういう工夫があるんだっていうのを知れる、うん、本当に他で見たことがない。うん。トーク内容だなって思う。嬉しい。うん。あ、そうですか。やっぱりさ、一口におしゃべり、うん、トークと言っても、うん、実際はすっごいポジションごとの分業じゃないですか。あ、そうですね。MC をやる人、うん、一般視聴者の目線にリアクションをする人、うん、映えるリアクションをする人とか、うん、場をかき回してくれる人とか、はい、実はすっごい席が分かれていて、うんうん、はい、それぞれに、独自のノウハウが連綿と受け継がれてるわけですよ、うんうん、そのうちの1ジャンル食レポをね、あんなにバラした回もないというか。なるほど。それも損しかないわけじゃないですか。二村さんもこれからテレビで何やってもこいつは嘘だなと。技術だけで食レポしてんだなと。じゃあ問題だよ。マジックの種明かしぐらい禁断のトークですよ。いや、まあまあ、嘘ついてるわけじゃないからね。うん。本当に美味しいとか、本当にこの美味しさを視聴者の方に伝えたいっていうのを、うん、こう、どう表現すれば伝わるかっていうお話ですから。うん、嘘をついているわけではない。果たしてそうかな。ぜひ見返してもらいたいんですけど、はい、二村さん最終的に、うん、あの、寿司パックの中に入っているバランを食って食レポしてたんですよ。このバランの食レポめっちゃうまいんですよ。わ、すっごい、やっぱりあのバランだから、いろんなネタに接してるから、いろんな味が複合的に絡み合っていて、これはこれでみたいなことがあって、あ、この人本当に嘘つきなんだやめろやめろよ。ぜひ見てもらいたいね。そしていかに俺が食レポできないか。そうですね、うん、ホイップさんの下手さっぷりってのも、じゃあその回は注目ですよ。うーん、ひどいですからね。これはね、本当に面白い回だなって俺は思ってる。そうですか、うん、あ、じゃあちょっとこれはぜひね、嬉しいですよ、僕としてはね。じゃあ僕続いて、これはね、ちょっとシリーズ、まず3回にわたってお送りしたシャープ172から175のね、うん、ホイップさんの同級生とホイップさんが再会する、うん、このちょっとシリーズといいますか、まあ、映像付きでね、それはね、俺もね、おすすめ会に入ってる。そうですか、うん、これまあ、ホイップさん、まあ、このライスオンミー自体にコメントが一件来るんですよね、うん、これホイップブラってもしかして同級生じゃないかなみたいな、うん、で僕がそこでえっと思ってアポを取ったら、まあ、心よく出演も OK してくださって、うん、で結果的には2人同級生が来てくれて、まあ、当時のホイップ坊やの写真を出してくれたりとか、うん、まあ、当時の思い出なんかをちょっと喋って、うん、で、まあ、それまでね、こう過去を見ることを異常に嫌がっていたホイップ坊やが、だんだんこう雪解けしていく様子なんですけれども、僕はね、これね、なんで入れたかというと、ライスを見始めて、唯一かな、ちょっと泣きそうになった。付き合いが長いですからね、二村さんはね。やっぱあの本当に過去のことを全てこうなかったことに従っていたホイップ坊やが、うん、初めてそこでなんか肯定的に受け止めて、うんうん、本当に同級生と当時のことを思い出しながら笑顔で喋ってる様子っていうのが、うん、本番中も泣きそうだったし、うん、でもちょっと裏話すると放送後になんかこうちょっと同窓会な空気が出た時も、うんうん、ちょっと泣きそうだったもんね。すごい、だからジーンと心に来てしまったというところで。なるほど。僕はこの回おすすめですね。確かにね、一個節目ではありますよ。うんうん、もうずっと僕の喉に引っかかっていた小骨みたいなものが、20年ぶりぐらいにね、うんうん、抜けたきっかけですから、はいはい、うん。そしてね、今までね、もう俺は過去を捨てたんだと、うん。俺は学校なんか一度も通ったことがないなんて言ってた、そうですよ、ビッグベイビーが一皮むけた瞬間でもある。そうそうそう、うん。あれはなんかね、いい回。あれから、その同級生とまた飯も行ってますからね。おお、そうですよ、うん。そう。だからちょっといい一つ進展があったとしてね。それはね、被ったね、この回は、うんうんうん。俺も入れてましたからね。いい回ですよ、うん、あれは。うん。俺はね、うん、あとね、2021年、去年ですね、10月13日、うん、第158回の、はい、東京の、とある某所にある、うん、ゴミ屋敷
田んぼですね。はい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 。まあちょっとね、変わり者のね、江戸っ子の親父さんが、ゴミ屋敷化していて、うん、いや、ここはもともとパスタ屋だったんだよって言ってんだけど、まあその方とね、ちょっとお話しさせてもらった回なんですよ。はいはい。部屋の中とかもね、写真撮らせてもらったんだけど、うん、このね、やっぱおっちゃんがね、うん、非常にいいキャラクターで、うん、なんだろう、こう、すごく変わっているし、なんかズボラだし、適当なところもあるんだけど、うん、めちゃくちゃね、オープンなんだよね、うん、心が。なるほどね、うんうんうん。だから、もうあいつだったらしょうがねえやって言って、地域の住民に受け入れられている感じが、うん、なんかこう、ちょっと、普通の企画から外れてしまって生きづらさを抱えている人にとっては、ヒントになるんじゃないかなと思って。うん、なるほどね。すごいこう、見習いたいスタンスだなと思ったんで、ほう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 、これはあげました。ホイップアンダーグラウンドリポートに入ってますんで、うん。そうだね、そのシリーズの中の、これ一つだね。うん。ああ、なるほどね。ニラさんは、あと何かある？僕ね、もう一個。シャープ183から185の、僕が山口旅をした、うん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 、その3本立てですね。はい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 。これ僕がちょっと山口に、仕事ついでに行くっていうところで、うん、山口の何か情報を皆さん教えてくださいって言ったら、うん、ものすごい皆さん情報いただいて、うん、で、それを僕がもう過密スケジュールで回りきり、うん、で途中で僕リスナーさんとも会えたんですよね。うん、それちょっとね、こう、交流ができたっていうのが、うんうんうん、やっぱ今このコロナ禍でなかなかね、イベントも打てないとか、なかなかこう難しい中で、一つちょっとそういう近づきができたっていうところで思い出深くて、うん、本当になんかね、すごい心が温かくなったというか、そして山口を知れたという リスナーさんと一つになれたっていうところで僕ここをおすすめ。うん。あそこでさ、紹介してたグルメとかもさ、うん、はいはい、よかったよね。そう。で、なかなかやっぱ知らないじゃない。知らない。山口県の情報って、うん、本当にリスナーさんのおかげでいろんなとこ行ったし、うん、もう超過密なんですけど、すっごい楽しかったとして、やっぱ一年間の思い出としてはすごいありますね。貝汁とかね。貝汁もありました。うまそうだったな、あれ。バリそばっていうそばとかね。ねえ。そうそうそう。あれは良かったよね。ちょっと山口をね、知るにはすごくいい回になってると思いますよね。はい。じゃあこれちょっと一つおすすめ。はい。ホイップさんは？僕はね、あと、もうこれ今年になっちゃうし、超最近なんだけど、うん、はい、3月16日日アップ。233回、うん、バイト辞める電話。すげえ最近じゃん。ついこないだじゃんかよ。はい。はい、この間見返したんです、うんうん、で。やっぱりあの時のリスナーさんの反応でもそうでしたけど、うん、僕がバイト先に電話して、うん、ちょっと、辞めさせていただきたく、うん、あれを見られないっていう人、うん、結構いたじゃん、はいはい。そうですね。すごい心がざわつくと、もやもやすると。はいはい。狙い通りって思う。なるほど。やっぱりみんな飲み込みづらい、うん、処理しがたい、うん、ああいう感情を与えていきたいなって思った。わかりやすく笑えます。わ、はい、かりやすく泣けます。わ、はい、かりやすくためになります。うん、そうじゃない、うん。これ、心のどこにしまえばいいんだっていう、うん、トークであったり、ドキュメント、うん、映像を見せていきたいよ。俺は。そうなの？うん。ざわざわもやもやペッってなるやつ。だとしたらすごいよな。普段の自分見せるだけでみんなそうなるんだもん。リアルにバイト辞めてんだからね。そうだよ。見てらんなかったでしょ、みんな。あ、でもそういう意見多かったからね。そう。あれはね、なんかね、いいなーって思った。なるほどね。俺が抑えたい感情のツボをつけたなって思った。なるほど、なるほど。そっか。じゃあ自分の狙いとある意味ヒットしたというところで、おすすめなわけね。うん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 。みんなを気持ち悪くさせたいんだよな、俺は。じゃあ改めろよ、それ。何言ってんねん。僕はでもちょっとこれ最後。はい。これはね、シャープいくつってよりは、僕はシリーズもの、ぜひ再生リストでちょっと皆さん辿ってほしいなと思うんですけど、うん、ホイップ人生相談。おー、はいはいはい。これホイップさんがその、テレフォン人生相談を自分やりたいんだと。うん。で、真面目な悩みを送ってきてくださいって、それに対してホイップさんが答えますって言ってやらせてもらってるこうシリーズなんですけど、うん、これね、皆さんぜひね、再生リストでそのシリーズで一気に聞いてほしい。うん。結構いいこと言ってるから。褒めてくれるじゃないですか。いや、これはね、なんか、本当に特別こう、笑いっていうのはあんまないじゃないですか。うんうん、結構ちゃんと、相談してきてくださったリスナーさんに、こう、ちゃんと真摯に向かってるんで、うん、なんだけど、
お、そういう切り口で行くんだとか、なかなかこう、ああいう時ってね、自分がこうやっぱ相談された側に立って、うん、自分だったらどうするかなっていう感じで聞くと思うんですけど、うんうんうん、ほう、ああ、そう、なるほどね、とか、うんうんうん、ちょっとね、これはね、なんかこう、発見があるというか。あ、本当ですか。うん。僕はあれもうちょっとやっぱ、シリーズとしてバチッとやっていいんじゃないかなと思うし。で、やっぱ結局これはお悩みが来ないとね、うん、なかなかできないものでもあるので、うんうん、ぜひこれを聞いてですね、ぜひ、なんか皆さんそれぞれのお悩みもまた今後もライスオンミーのツイッター DM でいただけたらなって思いますよ。いや、意外ですね、二村さんがいいって言ってくれるのは。結構僕はこれはなんか、なんか新しいスタイルとしていいなと思いますね。嬉しいな。うん、あとはね、僕ね、これはなんかもうトーク内容とかの話じゃないんだけど、はい、やっぱね、サムネイルですよ、二村さん。さっきの ED の時にもう話したろうよ。俺は毎回一生懸命作ってるんだから、そこに対してちょっともうちょっと二村さん褒めてくれてもいいんじゃないかなって思う。サムネイルか？雑に作ってる時もあります。でも気合い入れて作ってる時もありますよ。250本近くの要はサムネが今まであるわけですよね。そうだよ。うん、全然フォトショーなんか使えなかった俺が、うん、一応なんか、作れるようになったんだからさ、褒めてくれよ。お気に入りサムネがあるんですか？お気に入りサムネがあります。うん、画像を出しましょう、はい54回のこちらでございます。ドン。怖い怖い怖い。これは、コロナ禍において、マスパセ男っていうのが、すごいよくニュースで取り上げられるようになったんですよ。はいはいはい、飛行機の機内で、うん、マスクするのは義務じゃないはずだって言って、うんうんうん、大暴れした男。はい、マスクパッセンジャーことマスパセって言われる、うんうんねうん、あの人の気持ちが俺はよくわかるっていう回で、うんはい、マスパセが逮捕された時の顔と俺の顔を重ね合わせてるんですそうですね、はい、めっちゃいい出来だなと思ってあのさっきの ED というさ、うん、あなたがお気に入りって言ってるの不評だぜそうこれも、もう結構サムネイル、怖すぎるとか、うん、何これって、比較的ネガティブな意見多かったと思うけどね。ねえ。ずれてんだね、うん、俺ね。ずれてんだね、うん。ずれてる。顔はぴったりはめたけどね。マスパセの顔に。努力は評価するけどね。コピーもいいよ。マスパセは俺だ。コピーもいいんだよなインパクトはあるけどあとはこれね、うん、第227回のこちらの画像でございます。ドン、はい、これでございます。道民は雪だるまを作らない、はい、ホイミョンもう本当にこんな CD 売ってんじゃねえかなって思うジャケットですよ。随分な B 級ソングだよ。だとしたらこれはなんと、うん、あいみょんの君はロックを聴かないをパロってます。あの大体わかるよ。なんとねもうホイミョンで大体何がしたかったかわかるよ。あそう、うん、これも手書きを取り込んでとかさ、いろいろやってんだよ。シンプルだけどかっこいいなって自分で思ってます。そうね、あとはね、はい、こちらも好きなんですよ、うん、第113回のこちらのサムネ、ドン、うん。クイックジャパンで育った芸人が考える小山田圭吾問題と。はいはいはい、ねえ、こう、オリンピックの、演出担当だった小山田圭吾さんが、うん、まあ、スキャンダルによって降ろされることになったと。はいはい。まあ、それについてね、私が語っている回なんですけれども、まさしくクイックジャパンの表紙っぽい事態、うん、クイックジャパンっぽい色使いで作ってるんでね。はいはい。いいなーって思った。綺麗だなーって。それはクイックジャパンかな。まあそうなんだよね。クイックジャパンがすごいんだよ。そうあのデザイン。そうだよ。うん、でも、なんか、満足度が高かったんで。はい。紹介しました。サムネの話になったら驚くぐらい自己満だな。今田さん、ずっとです。いや、より共感得づらくなって。サムネの話。そんな感じかな。はい。まあでもちょっとこれね、まあ駆け足で、お互いのちょっと思い出深い回をガーッと紹介させていただきましたけれども。うん、まあちょっとこれをきっかけにぜひ聞いていただきたいですし、うん、まあ皆さんの思い出深い回をコメントでいただいてもいいですし、うんまあ本当に過去の回いろいろバーッとありますんでね。そう、だって250近くやってんだから。そうです、そうです。もうね、うん、多すぎて、どれを聞いたらいいか分かんないよっていう方が、
いると思うんだよね。そうですよね。一つ今回のこの、ね、全2回がちょっとガイドになればと。そうそうそう、はい、思いますので。ほいでもってさ、リスナーさんも、うん、あの回面白かったよっていうのを、うん、ぜひコメントに書いていただけると、はい、ライスオンミー初心者の方の入り口になりうるから、今回ことでございます。はい、ですので皆さんもぜひね、お待ちしております。はい、はい、というわけで以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからは